いらっしゃいませ。どうぞご自由に。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここに。ああ、その本はあまり人気ないから結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけどあまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころかその本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。彼がまだリーウェ校にいた頃うちの常連さんでね、今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼のコレクションにあるかもしれないということ？これは失礼した。僕は行く秋、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行ってその上級殿というものを訪ねようと思うが、どうかな？本を愛する同士だ。かしこまる必要はない。リーユエ編がないか聞いてみよう。はあ、終わりだ。天の裁きだ。ん？何かね。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど。も、はあ、本の話はやめてくれ。聞きたくもない。双眼巨園が閉鎖されてからうちの鉱石の売り上げは激減だ。そう、支払いのために私の愛書は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか？違う。本はわしの人生だ。わしが一生かけて集めた大切なコレクションが全部なくなったんだよ。君たちに叫んでも意味がないことくらいわかってる。それより早く金を作る方法を考えないと。他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も七に。おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか？それは時代を代表する記書の一つだ。出版された時は誰も興味を示さなかったが、後に武侠小説に対するイメージを変えるものとなり、それを模倣するものもたくさん現れた。最初の印刷数はかなり少なく、すぐさま絶版したんだよ。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけは。そうそう、その通りだ。数がとても少ないからどれだけ金に困っても質には入れられないよ。つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一私の手元にあるコレクションだ。おい、お前いつまで待たせる気だ。赤白売るのか売らないのか。シゲ最高様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。どう、はあ、またそれでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を抱えて棺桶に入りたいのか。そんな。お兄さん、商売というのは互いが合意した上でするものだ。強要はいけない。なんだお前。お前には関係ないだろ。コカハユクアキ、ただのおせっかい者だ。
った。コカハ？今コカハと言ったか。この時代にまだコカハを口にするやつがいるとはな。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の意を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。はあ、生き地獄とはまさにこのことか。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に貸してやるよ。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。おい、もう行くのか。まだ何も解決してないだろう。ここで本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。なるほど、面白いな。おい、話を聞け。人気なのもうなずける。おい、そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるって、まるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのは、このままだと上級殿がこれを質に入れるだろうと思ったからだ。彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返せ、それが義教というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、あとは司祭を決めるだけだ。ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ、間違えた。コカ派、コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに ここで本を読むのがお前のせ。おい、おい、そうだな、鉱石を安く。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃない。この本を借りたのは、彼に言った言葉は嘘。この本は僕が代わりに保管する。もちろん方法はある。ここで少し観察。まだこんなとこに。バカ派のくせ。ああ、間違えた。コカ派。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。ならこの俺が痛い目に遭わせてやるよ。
相手を間違えたら。この剣はわかるかい？チャンスだ。形は精神と共にあれ。動くべきだ。動くべきだ。この剣はわかるかい？ただの石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。痛い目に合わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。いや、誤解だ。さっきのやつの言葉は悪いが、コカハに対する評価はまあ間違っていないかな。僕も門派を立て直したいという気持ちはあるけど、それは一朝一夕でできるようなことではないんだ。あいつら今は言ってくれたけど、きっとまた来ると思うぞ。恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。ファドゥイが商人の味方をするとは考えにくいけど、あの召使の態度を見た感じ、嘘で本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重細工、その名を聞いたことがある。彼の屋敷はリーユエ校でもかなり目立つんだ。まあお前の考えは筋が通ってるけど。僕は他に調べたいことがあるんだ。そうだな、後でリーユエ校の玉境台で集合しよう。本当だよな。オイラたちを雑用係として使ってるんじゃないよな。おお、そんな考え思いつきもしなかった。デュー、腹が立つぞこいつ。殴りたい。わかった。でもオイラを怒らせたやつには嫌なあだ名をつけてやるぞ。そうだ、本の虫にしよう。何者だ？それなら連絡が来ているはずだが、旦那様は本日急な用件があるゆえ、面会は全て取り消されたぞ。用件って？旦那様は近頃ある事業で忙しくてな、今日も朝から大事な客人を迎えに行かれた。今どこにいるんだ？すまないが、誰にも言うなと旦那様に言われている。いやいや、そういう意味じゃないんだ。気を悪くしたならすまない。すまない、悪かった。旦那様は今新月圏にいるんだ。どうか許してくれ。旦那様には言わないでくれ。ふん、こっちも急用があるからな。今日のところは許してやるよ。重細工との商談がうまくいったら、お前の無礼を忘れてやる。感謝する。その商談に元神様のご加護があらんこと。お前に演技ができたなんてな、知らなかったぞ。ひひっ、オイラに礼をしたいなら美味しいものをおごってくれよ。けどあの門番が言ってた大事な客人って、多分ファデュイのことだよな。ああ、早速新月圏に行こう。新月圏は人気だから、人混みに紛れ。
でも奴らが何の裏話をしているのか探りたいなら十分気をつけろよ。必ずや注文は成し遂げます。しかし部下の話によると進捗はあまり良くないようだが、協力的ではない人間がいるとか。材料の仕入れに少しトラブルがありまして、赤白がまだ入手できていないんですよ。でも心配いりません。あの上級殿が売ってくれなくても別のものから買えばいいだけの話です。ならいいだろう。前にも言ったが、ファデュイは結果を重んじる。そのためならファデュイは支援するが、期限通りに納品できないなら我々の善意もただではないということを覚えておけ。分かっていますとも。お世話になっているんですから期待を裏切るわけにはいきません。ああ、結果が楽しみだ。上級名シゲサイコ、やっぱりファデュイと手を組んでるみたいだな。このことを本の虫に報告しよう。あっちもうまくいってるといいけどな。食べたいことがあるとか言ってたくせに、結局本を読む場所を変えただけじゃないか。なるほど、予想通りかな。本当に予想してたのか。策はもう考えたよ。この手紙を機運紹介に届けてくれないか。彼らなら何をすべきか分かってくれるはずだ。わけあって僕は一緒に行けないけど、手紙の内容は読まないでくれよ。うわぁ、汚い字だな。こんな字読もうと思っても読めないぞ。だから読まなくていいと言ったんだ。読んでも読まなくても意味がないからな。悲運紹介にはこの手紙を読める人がいるから心配ない。けどあの悲運紹介が協力してくれるのか。あそこってリーユへの大紹介の一つだろ。リーユへに来てからよくその名前を耳にするだろ。いろんな事業がその紹介と関係してるんだ。そんな大紹介が協力してくれるんならもちろん助かるけど。それなら心配ない。僕の考えが正しければ彼らには僕と同じ義教の心がある。この真摯な手紙を読めばきっと助けてくれるさ。シゲサイコーにお仕置きするなら僕たちの力だけじゃ足りないからね。それに僕がしたって他の人に知られたくないし。上級に恩返しするって言ってなかったか。ことが終われば衣を払い功と名を深く隠す。これが義教の根底だからね。一滴の水の恩を湧き出る泉を持って報える。それかっこいいこと言って、本当は本の続きを読みたいだけだろ。では
手紙を飛雲商会に届ける件は頼んだぞ。彼は瑠璃亭の近くにいるはずだ。無視するな。するぞ。協力してほしいことがあるんだが。手紙？ああ、またか。いえいえ、ただの憶測です。読めるのか。そもそも本当にテイワとの共通語なのか。うん、確かにこの字は真似できるものではありません。お二方さん、遠路はるばる疲れたでしょう。この飛雲商会がおもてなしします。焦ることはありません。手紙のことは分かりましたが、準備するのに少し時間がかかりますから。お二方さん、瑠璃亭で天津を召し上がって海の景色でも楽しんでください。お、天津があるのか。そこまで気を使ってくれるんだな。客のもてなし方は飛雲商会の必修科目ですから。客じ案内しますから、お二方さん、こちらへどうぞ。適当にあしらって終わるか、追い出されるかと思ったけど、本の虫は案外やるんだな。お待たせしました。手配が終わりました。重西公にはお金と勢力があるので、普通のお仕置きでは効き目がないでしょう。同じことをさせないためには、彼に上級殿と同じ苦しみを味わってもらうしかありません。重西公の商いが赤箔と関係あるなら、この李ゆえの赤箔を全て買ってしまえば、重西公は窮地に陥ると思います。材料がなければ、どれほど優れた職人でも商品は作れませんから。なるほど。そうなったらファデュイの注文を達成できなくなるもんな。でもリーユエは広いし、赤箔を全て買うなんて大変じゃないか。ええ、すぐにはできません。手紙に書いてあったように、お二方さんの協力も必要になります。まずはリーユエ港の中の店舗ですね。その場所を地図上に記しておきました。それから双眼巨猿でまだ買われていない赤箔も買っておく必要があります。最後は上級殿のものですね。おう、城内の3店舗、双眼巨猿、上級だな。覚えたぞ。もちろん購入するための費用も心配ありません。おお、モラがこんなに。これって瑠璃亭を1ヶ月間貸し切りできるほどの額だぞ。こういうことは初めてではありませんから、慣れてます。お二方さんはただ取引をすればいいです。運搬などは飛雲商会にお任せください。琥珀石の購入が終わった。適当にあしらって終わるか、本の虫は。お待たせしました。重西公には同じことをさせない。重西公のは材料がなければ。なるほど。でも、ええ、すぐに。まずは理由へ、それから最後は。おう、もちろん。こ、おお、モラがこんなに。こお二方さんはただ取引をすればいいです。琥珀石の購入が終わったら、飛雲商会の倉庫に来れば面白いものを見れますよ。あいつ、ああ見えて案外頼もしいな。リーユエコ、双眼巨猿、最後は上級。この順番で行こう。
て。でも口頭での約束の悲運紹介だったんですか。あ、なんでもないです。気にしないでください。ただ先約のことは心配しないでください。相手は手付金を払ってないし。ありがとうございます。今後もよろしくお願いしますね。すまないが商品は…おっと、赤白なら儲からないし管理がめんどくさいんだよ。だから…そうか、あ、ちょっと考えるから待ってくれ。いいだろう。ならこの契約書にサインしてくれるか。ああ、リーウェジンはお金持ちだな。おい、少し…すべて言っとくが、うちはこう見えて仕入れ先が多い。全部は買えないと思うから、欲しい数量だけいいな。悲運紹介？それならそうと早く言ってくれよ。うん、悲運紹介であれば安心だ。すぐ手配するから、早速契約しよう。ひひ。スムーズに終わった な, な, ないお金があるっていいな。ああ、やっと来たか。悲運紹介がリーウェコーで赤白を買い回ってると聞いてな。ここにはまだ出荷されていない赤白がある。値段次第で譲ってやってもいいぞ。先方も高値を言ってきているからな。700万もらなら譲ろう。はあ、リーウェコーで買ったのは全部で200万もらもしなかったぞ。仕方ないだろう。金を出す者に売るのが常識だ。それに君たちに売ってしまったら、こちらも契約違反で大金を払わなくてはならない。君たちには君たちの理由があるが、こちらにも理由があるんだ。わかったわかった。高いけど買う。今後この担当との商談は全部4倍で売ると、旦那様に言いつけてやろう。え、そこまでしなくても。いやいや、君たちの金じゃないだろう。そんなに本気にならなくても。紹介の金でも多く使えば旦那様に説明できないだろう。その時はお前の名前を報告するしかないよな。悪かった。
すまない。許してくれ。だが、実はここの鉱石の運搬中に少し詳細な場所はこちらもよくわからない。しかし、鉱石を回収しないことにはどうか探してもらえないだろうか。運搬車は全部で5台ある。全部見つけてくれたら、それはもちろん。まだ、リーユエで商いをしたいから。仕方ない。行くぞ。この場所を記録して、後で飛雲商会の人に運んでもらおう。どれどれ。の、これだな。記録して。目標発見。5台って言ってたよな。これで全部だ。戻って報告しよう。はあ、こんな大変な作業になるなんて、何かおまけしてもらうべきだったな。守りたいね。場所は全て記録してきたぞ。これで石箔をオイルたちに売ってくれるよな。ああ、ご苦労だった。契約を結ぼう。飛雲商会の旦那にもよろしく伝えておいてくれ。よし、これで完璧だな。お前もな。あとは上級の石箔だけだ。
取り戻せるはずだ。ちょうどよかった。最近シゲサイコーの手下が来ないから変だと思ってたんだ。どうしてかわかるか？安心しろ、奴らはもうお前のところに来ないぞ。ん？どういうことだ？何？ああ、なるほど、君たちシゲサイコーの同業者か。人は見かけによらないな。しかし売るにも7割引きってのはさすがに安すぎる。せめて4割引きで。割引はいらないぞ、通常価格で売ってくれ。え？本当に通常の価格でいいのか？まさかこの鉱石が本当に金になるとは。でも君たちに売った後、またシゲ最高の人たちが来たら。来ないから大丈夫って。わかった。今よりまずい状況もないだろうし。しかし、これだけの石箔で何をするんだ？実は依頼を受けてるんだ。詳細は聞かないでくれ。ありがとう。本当にありがとう。どう感謝すればいいか。いい人にはいい報いがある、悪い奴には罰が当たる。さあ旅人、飛雲商会の倉庫で面白いものを見に行くぞ。さて終幕だ。君たちもいてくれないと話にならない。そんなこと言って、オイラたちがあちこち走り回ってる間、お前は何してたんだ？それはもちろん、きちんと新小説劇録を読んで、進撃と邪剣、ヤジとミオ、五巻までの展開は奇妙であり摩訶不思議と表現していいが、この六巻を表す言葉は見つからない。こんな起承を書けるのはこの世に彼しかいないだろう。で、それがシゲ最高の剣と何か関係があるのか？感服しただけさ。だって予想外っていうのは珍しいことだから。僕の予想が叶ったのは君の協力のおかげだよ。なんだ？じゃあ倉庫に行けば面白いものが見れるっていうのは？考えてみるといい。シゲ最高がリーユエコを探しても石箔が一つも買えない状況を、材料がなければ契約は果たせない、契約を果たせなければファドゥイを敵に回す、そして飛雲商会の名を聞いた彼はきっと腹を立てるだろう。シゲ最高には金と勢力がある。そして彼はこんな扱いを受けたことがない。鬱憤を晴らすにせよ、問題を解決するにせよ、彼はお前たちだな。お前たちが上級の方を持ったせいで。ほら、噂をすれば。こんなに走り回っても石箔はどこにもないと思ったら飛雲商会が動いていたか。希少な鉱石でもないのに品切れになるまで買い込むとは、俺を狙っているのか？狙うも何も、僕は恩返しをしているだけだ。それに助けが必要な人がいれば助太刀に入るのが当たり前だろ。このままで終わると思うな、と言ったのはそっちの人だしね。身の程を知らないバカめ、これ以上言っても無駄だな。さあお願いします、ここの石箔を全て奪ってやってください。相手を間違えたな。形は精神と共にあれ。この剣は分かるかい？動くべきだ、動くべきだ。
動くべきだ。私は精神と共にあれ。私は精神と共にあれ。逃げられなかった。ただものではないな。このままでは予想外の損失になる。もっと痛めつけてやってください。そして赤箔を。ファデュイとお前はビジネス上の協力関係なだけだ。お前の尻拭いまでしてやるつもりはない。何よ。注文の件は自分で何とかしろ。行かないでください。おい待て。坊ちゃま、どうしてここに。怪我はありませんか。ああ、彼女のおかげで無事だ。坊ちゃま、お前が飛雲商会の御曹司。ああ、僕がコカハ門弟、そして飛雲商会会長の次男行く明だ。くそ、はめられた。重西湖、教養による売買は商人としてどうかと思うよ。ここは商人らしいやり方で解決しよう。この赤箔がなければファディが君をどうするか想像してあげようか。いえ、どうすればその赤箔を譲ってくれるんだ。上級殿には7割引きの値段と言っていたな。では通常価格の3倍、これでどうかな。足元を見やがって。貴様、いい加減にしろ。まあそう叫ぶな。買うの。わかった、3倍で売ってくれ。それでいいんだな。毎度あり。今後とも何卒よろしく頼むよ。お前飛雲商会の御曹司だったのか。じゃあオイラたちが使ってたモラは全部お前の財布から。気にするな。損することのない商売の上に重西港にお仕置きできた。一石二鳥だ。それは多めに見てくれ。僕の字を見れば僕だってすぐ分かるから、ある意味便利なんだ。おいらこいつのことずっと本の虫って呼んでた。お坊ちゃまを怒らせたら相手の手足を切るって武教小説で読んだことあるぞ。どうしよう、どうすればいい。ごめん、本当においらが悪かった。許して。君は飛べるんだし、足がなくても平気だろ。だ、その目は本気だ。旅人、助けろ。冗談はここまでにして、今回のことは助かった。本当にありがとう。この新小説劇録もなかなか面白かった。これを上級殿に返してきてくれないか。だって僕は何もしていないのにお礼を言われるのもなんだろう。君たちは関係ないのに
最後まで協力してくれたんだ。これほど義侠の心のある人と知り合えただけで僕は満足だからね。坊ちゃま、お話の途中で申し訳ありませんが、旦那様の方には。ああ、父さんには今回の件を解決したついでに大金を稼いだと伝えてくれ。だからこのことに免じて、あと数日だけ時間をくれないか。新小説劇録の中に秘境の話があってね。そんなこと言って本当は本を返しに行くのが面倒なだけだろ。上級殿ならきっと謝礼も準備してくれていると思うよ。謝礼？まあ言ってやらなくもないか。何を言っても坊ちゃまは止められませんね。知らないとは思わなかったです。では本を返すことは頼んだ。縁があったらまた会おう。来てくれた。今朝質屋の人がわしの本を全部返してくれたんだ。きっと君たちが協力してくれたんだろう。ありがとう、本当にありがとう。ああ、そう言わずに。このことはわしにとって本当に大きなことなんだから。上家はリーウェでは大きい一族だったが、わしが若くして当主を継いだ時、商売で何度も失敗して家の財産を失ってしまったんだ。一族の栄光を取り戻そうとここ数年は必死に頑張ってきた。君たちがいなかったらおそらくわしは無事でいられなかっただろう。お前もお坊ちゃまだったんだな。どういう意味だ。なんでもないぞ。そうだ、本を返しに来たんだ。ああ、新章雪月記録。あのコカ派の少年、急に姿をくらませたから泥棒かと思ってたところだ。コカハ、そんなにまずいところなのか。門派自体は数百年の歴史があって輝かしい時期もあったが、今ではもう落ちぶれたな。門派の復興には新たな血が必要になるだろう。しかしずっと衰え落ちぶれたままでは新しい人材も入ってこないはずさ。今のコカハの若者ときたら、例えばあの少年、恩返しとか言ってたくせに君たちの半分の仕事もしてないじゃないか。まあこの話はどうでもいい。そうだ、テイワット観光ガイドのリーウェ編が欲しかったんだろう。用意しておいたぞ。これは君たちにあげよう。それからほんの気持ち程度だが謝礼も。鉱石も売れて我が愛所たちも戻ってきた。本当に。ん？どうした？なんか落ちたぞ。いや、なんでもない。あの少年、まさか。